夏にぴったりの海のイケメンたちトップ10。女性100人が選ぶ最高の男性ランキング。平野の笑顔が特に印象的で、30歳の事務職の女性は、笑顔が素敵だから、とコメントしている。夏が来ると、誰もが海を思い浮かべる。波の音、日差しし、そしてその光景は、多くの人々にとって忘れられない思い出となる。そんな海にぴったりのイケメンたちを、 今回は10代から30代の女性100人にアンケートを通じて選んでもらった。彼らの回答から見えてくるのは、ただの外見的な魅力だけでなく、海という特別な場所での彼らの存在感や雰囲気、それぞれの個性が光る瞬間だった。まず、第6位にランクインしたのは、ナンバーアンダーライン愛の平野翔だ。彼は、グループ初のフルアルバム、ノーアイが9月23日にリリースされることで話題になっている。 そして、7月には同じくナンバーアンダーラインアイのメンバーであるキシユ神宮寺ユ太タともにマクドナルドの CM、たっぷり行こうぜ。海、変で、海をバックにオープンカーのハンドルを握る姿を披露している。平野の笑顔が特に印象的で、30歳の事務職の女性は、笑顔が素敵だから、とコメントしている。また、35歳の会社経営役員の女性は、日焼けしているから、と述べ、 彼の健康的な外見に魅力を感じていることが伺える。平野はその存在自体が初の太陽のように輝いている。次に、同率でランクインした横浜流星。彼は平野とはプライベートでも大親友であり、その関係性もファンにとっては魅力の一部となっている。11月には主演映画、正体が公開予定で、2025年には NHK 大河ドラマ、 ベラボーをつた10イカの夢話で主演を務めることも話題だ。2022年には、阿部寛主演のドラマ、DCU のためにスキューバダイビングのライセンスを取得し、鍛え上げられた肉体美が話題となった。31歳の事務職の女性は、爽やかなイケメンだから、24歳の公務員の女性は、青色が似合うし、海も似合いそう。運動神経が良いので、とコメントし、そのフィジカルな魅力に触れている。 横浜はまさに海と一体化した存在だ。鈴木亮平も同率でランクインしている。彼はネットフリックス映画「シティハンター」で主人公の超一流スイーパーさえば両役を講演し、注目を集めている。鈴木は2021年のバラエティ番組「1億3000万人の小チャンネル」で、魚の群れと泳ぐ夢を実現するためにスキューバダイビングに初挑戦した。 その際のエピソードが多くの視聴者の心に残っている。39歳の女性は体が引き締まっているので似合いそうとコメントし、31歳の主婦は海の男みたいな体つきをしているからと述べている。鈴木のたくましい体と海の風景は自然と一体化しているかのような印象を与える。さらに伊藤秀明も同率でランクイン。彼といえば2004年公開の映画 開演シリーズで主人公の一等海上保安師役を演じたイメージが強い。伊藤自身もスキューバダイビングが趣味であり、そのライフスタイルがファンにとっては魅力の一部となっている。7月1日に所属事務所を退所したことを発表し、再び注目を集めている。30歳の学生フリーターの女性は、海演のイメージが強いので、25歳の主婦は、筋肉質なので、 サーフィンなどをしている姿が容易に浮かぶとコメントしており、彼のアクティブなライフスタイルが海との親和性を高めていることがわかる。桐谷健太も同率でランクインしている。彼は英雄の人気 CM、三太郎シリーズで浦島太郎役を演じ、その印象が強く残っている。2015年には同シリーズの CM ソングとしてリリースされた、海の声が大ヒットし、参線を弾きながら海に向かって歌う姿が特に印象的だった。 15歳の学生フリーターの女性は、CM の浦島太郎役のイメージがあるから、19歳の学生フリーターの女性は、海の声という楽曲を歌っていたから、とコメントしている。桐谷の音楽と海との結びつきが、彼を特別な存在にしている。早見もこみちも同率でランクイン。彼は料理好きとして知られ、インスタグラムではアウトドアでのキャンプ飯を作っている様子をアップしている。 最近では顎と口元にヒゲを生やしたワイルドなルックスがフォロワーから絶賛されている。31歳の企画マーケティングの女性は、白い歯と浅黒い肌、高身長なのに小顔なところが似合うなと思った27歳の営業販売の女性は、肌の色や雰囲気でそう思った、とコメントしており、その外見的な魅力が際立っている。早見のワイルドな魅力と海の風景は、まるで映画のワンシーンのように絵になる。 次に第5位にランクインしたのは山崎健人。彼は主演映画、キングダム大将軍の期間が大ヒット中で、スポーツライフスタイルブランド、オークリーのブランドアンバサダーも務めている。25歳の女性は、爽やかでかっこいい34歳の女性は、笑顔が夏のイメージだから33歳の総務人事事務の女性は、すかすがしいかっこよさがある36歳の事務職の女性は、どの場面でも絵になるからとコメントしており。 彼の爽やかな魅力が海ととったり合うことを示している第4位には、リマチタカシがランクイン。彼は1997年放送のドラマ、ビーチボーイズで竹野内豊とダブル主演を務め、大ヒットした。そのドラマの影響から、多くの人が反町と海を結びつけて考えるようになった。39歳のコンピューター関連技術職の女性は、ドラマ、 ビーチボーイズが印象に残っているから32歳の女性は、ちょい悪な雰囲気と日焼けした肌が海によく合う33歳の女性は、ワイルドなイメージがあり、サーフィンをする姿が想像できた34歳の主婦は、日焼けが似合う、とコメントしており、彼のワイルドな魅力が海との親和性を高めていることがわかる。そして、第3位に輝いたのは木村拓哉。彼はその長いキャリアと多彩な才能で、多くのファンに愛されている。 特に彼の自然体での演技やアクティブなライフスタイルが多くの人々にとって魅力的に映る。彼の存在はまさに夏の海を連想させるものであり、その魅力は年齢を超えて広く認識されている。第2位にランクインしたのは SnowMan のメグロレン彼はその爽やかなルックスと自然体での振る舞いが多くのファンに支持されている。特に彼の健康的な外見と明るい笑顔が 海の風景と絶妙にマッチしていると評価されている。目黒の魅力は、まさに夏のビーチで一緒に過ごしたくなるような、そんな存在感だ。そして、労働の第一位に輝いたのは坂口賢治。彼の圧倒的な存在感と自然体での振る舞いがあった、区の女性たちに支持されている。彼の魅力は、その外見だけでなく、内面から溢れ出る自信と余裕にある。坂口はまさに、 海という特別な場所でこそ輝くイケメンの象徴と言えるだろう。これらのイケメンたちは、ただの外見的な魅力だけでなく、それぞれの個性やライフスタイルが海という特別な場所と絶妙にマッチしていることがわかる。彼らの存在は、夏の海をさらに魅力的にし、多くの人々にとって忘れられない思い出を作り上げる。これからも、彼らの活躍に注目しつつ、 夏の海での新たな出会いや経験を楽しみにしている人々は多いだろう。彼らの魅力は、単なる外見だけでなく、その背後にあるストーリーや経験、そして個々の個性が織りなすものであり、それが多くの人々に共感を呼ぶ要因となっている。夏の海は、そんな彼らの魅力を最大限に引き出す舞台であり、そこに集う人々にとっても特別な場所となっている。これからも、彼らと共に過ごす夏のひとときが、 誰にとととっってても素晴らしい思いい思出ななることを願ってやまない最後に、このランキングを通じて改めて感じたのは、海という場所が持つ特別な力だ。そこには自然の美しさだけでなく、人々の思い出や感情が詰まっている。そんな場所で輝く彼らの存在は、まさにその力を象徴していると言えるだろう。海が似合うイケメンたちの今後の活躍に期待しつつ、私たちもまた、 夏の海での新たな冒険や出会いを楽しみにしている。